ラッパー。ございます。はい、今日はなんかこう、あの、やっぱり気候とともにこう落ち着いてきたりとか。はいはい、暑いね、今脱いどった。いや、ちゃうね、さっきね、いや、さっきあの、俺が言った、昭和のストリッパーみたいな、はいはい、こんなちゃんと肌だけでね、こんなし、ぐるぐる回ってたよ、ここ。そう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 、めっちゃ脇ガーみたいな。そう、脇でボーボーないっちゅうねん私そんな言うほど毛かないもん。あ、薄い薄い。あ、そうなんですか。薄い薄い。全然そらんでもいけんで。あ、そうっすか。下、下なんですか。下なかったらやばいやろやっぱやばくはないです。ない人、見たことないねんけど。え、そうそう。いや、洋ピン見たら結構、あのね、ツルツルやもんね。これさ、下はツルツルっすよ。知らん、興味ないから、それこそ。いや、まあ、ツルツルついでに聞きますけど、はいはい、どうなん、最近は。いや、充実ぶりは。充実ぶり、どうすか。充実してるよ。まあ、僕はもう、それなりですわ。仕事も順調に。まあ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 、はい、うん。え、トラちゃん、どうなんすか。普通やな、全然。いや、トラちゃんの普通が分からへんから。9月の、うん、1日、え、いつやったか、1日、2日かな、うん、ちょっと、僕、競馬好きっていう話で、はいはいはい、初めて小倉競馬場まで泊まりで、北九州の、はい、はいはいはい、行きました、うん、山陽新幹線、僕ね、うん、仕事ではね、九州の方行ったことあるんですよ、うん、まあ、トラック乗ってた時もあるんでね、うん、新幹線で九州に行くのは初めてやったんですよ。あ、そうなん。すいませんね、山陽新幹線っていうんですかね、あれ。うん、そうよ。暇ですね、あれ。いや、トンネル多いよ。そう。あれ、景色が、ね、一番ええ景色が、ズームズームスタジアム。あ、俺、あれだけ。いや、俺、今年が8月12日や。はい、俺、九州仕事行って、帰りに、はい、クロちゃんにメール送ったよね。はい、5秒間だけ見れる言うて、はい、新幹線、ピューって写真撮って、はい、今5秒だけ広島巨人戦完成しました、言うて。だから山陽新幹線、俺も数えたことあるんだけど、101個、博多までトンネルある。ずっともう、あれ。じゃあ、もうな、地下鉄よ。広島までしか行ったことない。通称地下鉄や。ほんで、ずーっと。行くことあったらね、ズームズームスタジアム、さ、A 側の席座るな。ほんで、おすすめが徳山って地味ない。あ、ありますあります。あそこの夜景。昭和を感じさす、大阪でいう、なんていうかな、泉大津とか、あの工場地帯みたいな、あキラキラっとしたのが、なんとも言えん、徳山。僕、はい、一回九州がその日を8月ね、うん、もう眠うてしんどいんやけど、はい、黒井にズームズームの写真送りたいっていうのとそれと徳山の夜景見たいっていうのがあるから、はい、眠いのにめっくるしながらぐわー起きて別に寝たよろしいや、寝たいんやけどいや、で寝たらあかんもんって中途半端にね、新大阪泊まれたら寝てんや、はいはい、名古屋泊まってね、あー、ありました、ありました、寝て名古屋行ってる場合ちゃうの、そからぐわー起きてたんやけど、だそこの夜景は、はい、結構今でいうインスタ映え言うんかな、結構僕おすすめなんよ。あ、そうなん、ね、徳山の海側の夜景と、はい、松田ズームズームいうのがね、うん、結構山陽新幹線、僕どっちかってやっぱり東海道新幹線の、まあまあまあそうですね、やっぱりなんか、まあ、派手というかね、うん、わ京都わなんやとかね、浜名湖とかね、はい、山陽はやっぱトンネル多いのかね、そうそうそう、いやだから耳息抜きした中になるでしょ。それもそうやから、分かってたから、うん、7号車に乗ってたんですよ。はいはい、言うたら、トイレと喫煙所はすぐ後ろ、はいはい、前にあるっていう。もうそれ選んで行って、うん、はい、いや、3号はウエスト光ね。はいはい、座席指定でもグリーン並みの。ああ、ありますありますあります。あれは乗った瞬間、あ、得したかも、ね。ああ、分かります分かります。もうそんなん行くことないな。僕はまあ普通のシートで行ったんですけども。うん、あ、でもね、あれ、まあこんなん言うたらあれやけど、どうでもいいな話ないけど、ごっつ気遣いや、はい、でね、博多駅の前で10時半集合やった、仕事で、はいはい、ね、で、お盆のかかるような、なんかそのシーズンやから、うん、満席や、言うのね、うん、まあ、乗れへんけど、グリーンも、座席指定も、もう一か八か座席指定かな、みたいな、間え、前売りで変わらなかった。いや、ほんで間に入って業者が、はい、ちょっと早なりますけど、いいですかね、なんとかします、って、はい、いや、まあもう、いや最悪自由席でもいいですよ、なんとかします、新大阪つのって取れました言うから、で、券取りに来てくださいって、8月12日の仕事やったんやけど、10日がそれぐらい取りに行ったんや、もう一番混雑してるもんね、うん、朝一やね、朝一6時やったら相手まで、6時やね、6時8時やな、ほんで向こうに8時半ぐらいに着いて、そうですね、10時半まで2時間あるやん、はい、博多、はい、で、モスバーガーしか空いてへんからそこは入って、博多駅の前のロータリーのタクシーの客さんが乗っていく様、ずっと2時間見てたで、その帰りに眠うてしゃあないけど、その時は眠たくなかった。いや、その時気が立ってるから、モス行ってる時は、いや、やっぱり朝、いや、新幹線寝たから、はい、あ、寝てる、その時も半分、片方目は起きてるよ、うん、
つい桜やからあの鹿児島行ったらあかん思いながらね寝てもうたら鹿児島行こう思った買った方の目上げて寝るでレオンレオンみたいなそうそうレオン特技あるから、うん、あ特技やったんですか特技初めて聞いたそうそう半分だけ寝てるとか、ねあうん、半分だけ寝てるそれは僕できるからすごいなそんないやもうできるからもう超人やからね僕いや、あの真剣に驚かないでくださいよなんでこれすごい真剣をだって本番かなと思うやんいやいやなんか人がせんようなことしそうやん俺はすごいからねすごいあの窒素だけで生きてるなるほど意味分かれ